私の名はゴア、地球の征服者だ。マグマ大使、人類の作った水爆の威力。はっ、あの水爆をこの円盤に叩きつけられれば我々はひとたまりもない。しかし水爆をこの手に握れば話は逆だ。人類は自ら作った水爆で破滅することになる。あれを奪って人類を破滅させ地球を征服するのだ。どうするつもりだ。この爆撃を我々はもらった。言われた通り操縦しろ。変な真似したらそこには吹っ飛ぶぞ。こちら、カズン。高度を上げろ。高度を下げればレーダーが開かなくなる。GTS、落とせよ、落とせよ。レーダー機器から空軍装置レームへ。レーダー機器から空軍装置レームへ。水爆3個を搭載した GTS 機、指令に従いません。戦闘機の追撃をお願いします。くそー、すぐ味方の超音速ジェット戦闘機が追いつくぞ。そうはいくまいですよ。この辺でコースを変えるんだな。やれ。村上さん、僕はどうも気になるんだ。何がですか？マグマ大使の秘密基地がゴアに発見されましたね。ええ。大丈夫だろうか？大丈夫ですよ。アース様は基地をお移しになったから。え？移った？いつ？四五日前。幹部から連絡があったんです。ね？ああ。全世界には数えきれないほどの火山島があります。ゴアが探そうとしても無駄ですよ。そうか。さすがアース様だ。これで、海老名さんの心配も解決だ。うん。本部長、ニューヨーク本部より緊急指令です。うん。ん？どうしました？事件ですか？水爆を3個搭載した爆撃機が、フィリピン近海で行方不明になったんだ。水爆？村上さん。爆撃機はどうやら日本方面に向かったらしい。緊急態勢に入れ。はっ。パパ、もし爆撃機が事故を起こして墜落したら？水爆が爆発し、放射能が全世界に飛び散ってしまう。お母さん、アース様はどうして機嫌が悪いんだろう。新しいこの基地が気に入らないのかな。そんなことはないでしょ。だってここに引っ越すのはアース様がお決めになったんだ。アース様、どうなさいました？水爆じゃ。え？
水爆？人間はその知能に物を言わせて超破壊爆弾水爆を作った。自分たちを破壊し破滅させる狂気をじゃ。人類の破滅。そうじゃ。ところがその水爆を使用することを禁止する条約を作るどころか、各国が争って水爆の実験を行っておる。実に嘆かわしい。アース様、水爆はどうかしたんですか？うん。水爆を3個積んだ爆撃機が行方不明になったのじゃ。本当ですか、アース様？地球上はそれで大騒ぎじゃ。アース様、もし水爆がゴアの手に渡ったら。わしもそれが気がかりでの。一体爆撃機はどの辺で行方不明になったのでしょうか、アース様？日本の近海じゃ。あ、マモルが呼んでる。きっと行方不明になった水爆のことだな。ガン、行きなさい。行って水爆を探し出すのだ。はい。サム、マムル、早く乗んなよ。行方不明になったら水爆を探しに行くんだろ。え、よく知ってんな。僕はアース様と同じなんだ。地球上で起こっていることはみんなお見通しさ。チェ、威張るな。爆撃機は超低空で飛んでるぞ。ガム、後悔しろ。オッケー。爆撃機だ。レーダーを避けてわざと超低空で飛んでるよ。ガム、緊急着陸が信号くらい。上昇だ。よし。おい、あのロケットに我々のことを突き止められた。空対空誘導ミサイルを使って撃ち落とせ。あ、ガム、誘導ミサイル持ってくるぞ。ちくしょう、ひとまず退散だ。よし。ゴア様、爆撃機を追跡し、水爆を奪いましょう。待て、バラオン。水爆を搭載した爆撃機を奪ったのは何者だ？わかりません。我々の秘密工作員が爆撃機に潜入する前に、すでに奴らが。早急に奴らの正体を突き止める。はぁ、あ、マグマ、水爆を奪った者の正体がわかったぞ。本当ですか？アース様、誰なんですか？キチガイじゃ。え？キチガイ？名前はハルヒマ。こいつは世界の征服を企む秘密結社 MM 団の総督じゃ。秘密結社 MM 団？キチガイの手に水爆が。アース様、地球は大変なことになりますね。相手はハルヒマンじゃ。マグマ、その名を忘れるな。はい。ハルヒマン、僕はニューヨークにいた時、一度だけ彼に秘密でインタビューをしたことがあるんです。インタビュー？うん。第二次大戦の隠された謎、
浦上さんのあの特ダネは日本でもすごい反響を呼びましたからね。いや、本部からの至急電によると水爆を奪ったのは確かにハルヒマンだ。そのハルヒマンが密かに日本へ向かったというんだ。守君とガム君の報告によると水爆搭載機は伊豆七島付近で見失ったそうです。ということは3個の水爆は東京近辺にあると推定できる。うん。となるとハルヒマンは奪った水爆を使って何を狙うために日本にやってくるんだろう。パパ、木田君、君はここで待機しててくれ。ハルヒマンは俺が追う。え、ハルヒマンを？だが奴は整形手術で顔を変えているらしい。顔は変えられても声までは変えられるんでしょう。奴を突き止め日本へ来る目的を探り、行方不明の水爆を見つけ出しますよ。わかった。守る、各航空会社の乗客リストを当たるんだ。オッケー。ガウ、どうする？僕は火山島へ帰ってアース様に報告してくるよ。ねえパパ、ずいぶん航空会社回ったけど、ハルヒマンらしい人は全然見当たらないね。ただ、大阪の伊丹空港に着く KKL 航空に似たような人物が乗ってるらしいんだ。伊丹に？うん。パパ！そうか。ハルヒマンは人目を避けて大阪の伊丹空港に来て、新幹線で上京するつもりなんだ。守る、東京駅だ。見つかりこないよ。赤坊さん、赤坊さん、このカバン運んでちょうだい。あの声も パパ、どうしてあの女の子尾行すんの？彼女は男だ。え？男？ハルヒマンだよ。あれがやめやめたのハルヒマン総督。ああ、女に変装してるんだよ。パパも声を聞くまでは想像もつかなかった。
盗聴マイクだね。ああ、国際スクランブルが借りてきたんだ。シュナイダー、奪った3個の水爆はどうした？水爆は無事予定の場所に収容しました。よろしい。あの3個の水爆を使って世界を征服するのだ。世界征服計画の第一弾として東京を水爆で壊滅させ、全世界にわしの威力を示してやるのだ。シュナイダー、わしたちの計画に気づいた者はおらぬか？ロケットが爆撃機を追跡してきましたが、空対空ミサイルで撃ち出しました。うん、ロケットか。ガブラホトロ、誰かいる、逃がすな。お、こちら、よし、向こうだ。お、そう、鍵かかってる。どうした？この中に誰かいるものです。鍵かかっています。なに？よし、サイレンサーで鍵をぶち破れ。あ、どうぞ。撃て。おい、はは、私たちに拳銃は役に立たぬ。アルヒマン、私は宇宙の帝王コアサだ。お前が秘密結社 NM 団の総督であることも、3個の水爆を積んだ爆撃機を盗んだことも知っている。私の最終目的は全宇宙を征服することにある。ところが人類が意外に手ごわく手間取っておるのだ。地球を征服すれば私は銀河系宇宙の征服に出かける。その時はお前を地球の総督として任命しよう。それともハルヒマ、私と争って一戦を交えてみるか？結ぼう。ハルヒマ、お前が水爆を盗んだことで世界は一致団結しようとしているよ。知っている。世界の原水爆を保有する国の代表が日本に集まって核兵器の禁止を話し合い、世界を平和にしようと努力しているのだ。その秘密会議が明日東京で開かれる。だから私は日本に来たのだ。素晴らしい作戦を教えてやる。わしの円盤に来るがよい。ゴアの説明通り、世界の原水爆を持つ国の代表が日本に集まって秘密会議が開かれた。現在各国が所有している原水爆を破棄し、世界を核の恐怖から取り除こうという会議であった。あ、本部長。村上さん、どうやら原水爆を破棄し、そしてまた所有することを永久に禁止する条約が成立しそうだよ。本当ですか？うん、それが実現すれば世紀の大ニュースだ。広島に原爆が投下されてから22年目、
ようやく人類の悲願が達成されるわけだ。でもパパ、MM 団のハルイマンス男は今日のこと知ってんでしょ。このままじゃ。いや、今朝になって急に会場をここに変えたし、国際スクランブルがありの空いてる隙間もなくびっしりと固めているんだ。奴らが攻撃してきてもびくともせんよ。でもゴアが知ってんでしょ。なんだか胸騒ぎすんな。うん。うん。全員射程の位置を動くな。はっ。本気の馬鹿者、こちらは離れんな。はっ。本部長、爆発です。救急車を呼んで。本部長、本部長、救急車はまだか。マグマ大使に任せて我々は早く。えっ。